証拠もないのに私が殺害の目的で結婚したとか、よくそういうのでっち上げられるわね。結婚してくれ、クマコ。え？結婚してくれ、クマコ。何言ってんのよ、急に。保険入った、保険。保険？だってあんた無一文だったんでしょ。他に何がやれんのよ。あなたが今それを言わないと、あなたは一生それを隠し続けていかなくちゃいけないのよ。一生それを重荷に背負っていかなくちゃいけないのよ。綾子は私の子よ。あなたにそんなこと言う権利ないわ。私たちをこれ以上もう苦しめないでください。ねえ、あんたもさ、弁護士だったらそういうとこ聞きなさいよ。靴だとかスパナだとか関係ないじゃないの。頭悪いんじゃないの。チンコロ？あんたみたいな嘘つきをね、刑務所ではチンコロって言うんでしょ。あんたよく知ってるじゃない、懲役太郎なんだから。何言ってんだよ、おめえだって同じじゃねえか。裏切って、脱出しようさ。あんなダメだ、静かになさい。ふざけや、吐いて。なんで私が出てかなきゃいけないのよ。私を追い出してみんなで嘘の裁判やろうっていうの。冗談じゃないわよ。死ぬか生きるかの裁判なのよ。 Ooh.